どうもショッピンです。おはようございます、ショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。もうこの後、30分ぐらいしたらもう引っ越しの業者が来るんですけど、それに向けてもう荷物のですね、整理が整いました。はい、今こんな感じになってます。ここが業者に運んでもらうもので、これはもう自分でトラックに積むものみたいな、ちょっと分けてるんですけど、軽トラ半分ぐらいの容量かなっていうふうに思うんで、まあ楽ですね。はい、まああと、まああとちょあと30分ぐらいで、まあ、業者が来るっていうことで、まあとりあえず今、はい、とりあえず待とうかなというふうに思います。来ました、来ました。それでは今から引っ越しスタートです。スタッフさんが感じのいい人、めちゃくちゃいい人なんですけど、最高ですね、今日は。よし、あとこいつはこいつを持っていって終わりです。で、今このライトを下ろしていったらもうすぐに次の物件移動だと思うんで、カバンも持ってきました。はい、ということで終わりました。今電気つけてないんで真っ暗なんですけど、今こうやってライトで照らしながら喋ってるんですけど、いやー、めちゃくちゃ感じのいい人でしたよ。あの、前回撮った後からあの車に乗っけてもらって、で そのまま喋りながら、車の中で喋りながら移動してきたんですけど、ものすごい気さくな方で、見た目はご年配の方なんですけど、 Bluetooth とか Wi-Fi を完全に使いこなしてですね、車の車内は iPad、iPhone とか Bluetooth スピーカーとかなんかいっぱいあってですね、すげえなんか IT 化進んでんなみたいなちょっとびっくりしたんですけど、あとそのアメ車ですね、アメ車話でちょっと盛り上がりましたね。はい、なんかアメ、その人は72年製のフォード車、ワゴンを持っていて、それを30年間自分でパーツとかその本国から取り寄せながら自分で修理して自分で車検持って行ってみたいな話をしていてですね、それがめちゃくちゃ面白かったですね。はい、やっぱマッドサイエンティストの話って面白いですね。はい、なので僕もですね、ミニマリストこれからもやっていって、皆さんもちょっとこう、そんなにやってんのみたいな、はい、面白い話を、まあ僕なりの面白い話っていうのをやっていこうかなというふうに思いました。で、その次のですね、今、まあ、引っ越し先の物件のそのツアーはまだちょっと当分でき、まだ当分する予定はないんですけど、今ですね、ざっくりこんな感じになってますね。はい、今荷物が散乱しちゃってる状態なので、ある程度整理をしてこの部屋をお見せしようかなというふうに思います。まあ見ていただければわかると思うんですけど、狭くなってますよね。はい、これだけですよ見てるあなたからしたらこの部屋はですね、前回の部屋と比べてだいぶグレード的にはこうなったかなっていう感じはするんですけど、うん、まあ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 、はい、お値段もこんな感じですよなので、その今まで固定費として使っていた家賃分のこの差額ですねを
DIY だったりとか、もっと視聴者のあなたが喜ぶような企画に使っていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そうで、今から、仕事に戻りますんで、普通にこう仕事通常運転しようかなというふうに思ってます。荷物はまた後で明日の午前中とかに来てまたガッとやっちゃおうかなというふうに思います。で、最後にですね、あなたが一番気になっているであろうお値段について、ちょっとシェアしたいなというふうに思います。もしかしたら赤坊さんに頼むよりもレンタカーして、でその手伝ってきた友達、2、3人に対してこう謝礼金を払って、そっちの方が安いかもしれないですもんね。はい、ということで、ちょっと最後に、あなたも気になっていることだと思いますのでシェアしたいと思います。ちなみに段ボールなんかは全部自分で寄せ集めたやつなので、これも全部タダですね。この、引っ越し費用がだけが実質かかったっていう感じなんですけど、はい、その値段がですね、でん、はい、13,500円でございます。赤坊さんのネットでそう大体こう見積もりしてもらった時って16,800円とかだったんですよ。でも実際は13,500円に収まりました。安い。軽トラ1台と人件費がついてきて、でしかもその軽トラに乗っけてもらって電車賃とかバス代もかからずに、でこの荷物を2人がかりでできるわけですから、めちゃくちゃ安い。僕が社会人になりたてで品川に引っ越した時も確か13,500円だったと思いますんで、多分これは最安値なんじゃないかなというふうに思います。はい、何はともあれ無事に荷物を移動させるってことが終わりました。ただですね、僕が大好きドリキンさんも言ってましたけど、引っ越しは荷物を移動させてから、引っ越しは引っ越し先がスタートなんだ、そこが本番、引っ越しの本番なんだっていうのを言ってましたので、僕もですねこれからが本番なんだなっていうのを思います。で、せっかくですね、これだけ物があって逆に何にもないので、ここら辺はなので、僕が大好きですね DIY、 こちらをですね、また新たにやっていこうかなというふうに思います。ミニマリストなんでしょ、物持たないんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですが、好きなことはどんどんやっていきたいっていうか、ここに棚をバーンと作って、でそこに荷物を集約させてしまえば、あと全スペース何もない状態が作れるので、それはそれでミニマリストなんじゃないかなっていうふうに思いますんで、はい、まずここに棚を作るっていう DIY 動画、これ必ずやりますんで、はい、DIY に興味がある層もファンに取り込んでいくっていう、下心満々でやっていきますけども、ということで、ミニマリストの実際に引っ越し作業を、ちょっとお見せできたんじゃないかなというふうに思いましたけども、いかがだったでしょうか。もしですね、この動画がためになりました、参考になりましたというのでしたら、ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回の動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。